あの力の通り方に説明がつかないわ。デゼルは復讐のためにロゼを利用し続けてきたってことか。そして彼の望む通り、ロゼはカムイも発言させたわ。意識を奪えば自由に操ることができる。理想の器に仕上がったってことよ。覚えておくことね。わかった。ずいぶん王女隊になったな。うん、ロゼもデゼルも面白いやつだ。ロゼはともかく、デゼルがそれを聞いたら猛然と反論するだろうね。想像できるな。俺、この遺跡探検で改めて自分が気負ってたんだってわかった。サンキュー、ミクリオ。僕は心配なんてしてないよ。目が覚めたようだね。それは助かった。礼を言うぞ、同志殿。天族の腹からよ。スレイです。ライラにエドナ、デゼルにミクリオ。あっちで寝てるのが、ワンコが喋ってる。ロゼ、目が覚めたんだ。うん、わしはお石だ。こう見えても歴とした天族だぞ。へえ、まさに天族の神秘って感じ。よろしくな。よろしく。私はロゼ。もう慣れたみたい。さあ戻りましょうか。ロゼさんも目覚めたことですし。そういうわけでもないようだ。怖い？叫ぶ？パンチ？遊んでるんじゃない、戻るんだろうが。うん。ちょい待ち、まだ何も見つけてない。でこの遺跡にはまだ先がある。つまりやることは一つ。そう、進もう。確かに遺跡探検はまだ終わってないからな。まだバカンスは終わらないようね。では奥に進みましょう。さ、スレイさん。ありがとう、みんな。じゃあお石さん、俺たちもうちょっと遺跡調べます。面白い同士一行だの。気をつけてな。じゃあね、ワンコ天族さん。
氷馬覚悟レートどうかせよ厳守クリアーバーセーブをつけたい逃げる知能もないとはな弾きは沈まれ開発を呼びなさい全力を出せ大丈夫かみんな違いそうだ命令が切り行くバリュー前に弾きを出せ次を吠えろ雷神総長が油断はできない人狼おそらくギルド員の氷馬かあんた次のように立てたのに要注意ですわつらっこれが獲物のようだな無属性が弱点みたいクリアじゃないレグリスクリアでリングを出すよしこれにて終了。あ、なんか発見。あれは。これ、あの化け物は大地の記憶、過去の出来事が記録されてるんだ。各国での戦争の様子なのか。それをあいつがヘルダルフが利用して汚れのルツボを生み出してるってことか。氷魔同士を争わせてより力を持った氷魔を生み出そうとしてるんだ。ヘドが出る。かの者の心は深い闇の底なのかもしれません。彼らが氷魔として信じきれなかった術師怨念の天教術を甘く見ないで坊やたち。ダーッ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 デリラ熱く、熱く赤く、決断豪華ケーラー命運からジャンシーを入れたかかかかかか早く逃げてはなりません。ジャンカヨーナ目を掴むぜ白炎剣、滝揺れ、かきかけろ。おっと、行きます。死にも残すな。
獣の兵馬は高い攻撃力に注意ですよ。家を貫け、ウィンドラやりきる。拒絶の死者はまずは状態以上にすべきです。一点突破です。俺と私らの前、うまくいっている時こそ。さて、一応の彷徨い。やるべき姿へ戻れ。残り。マインドスライム。残らない。蹴れますよ。無属性の特権みたい。何万高度になる水車。アクアスターマニオ。おやつ作り完了だ。首だけの氷幕。力は弱い。一思いに肩をつけてやれ。ベリーは出たかったかもしれないよ。ベリーはアッシャーは赤く変える。原子力プレーを貫いて。バイオレットハイ。うまくいっている時こそ。長引かせない。一瞬天皇派の邪魔しない。シュンガンストライク。やっジュガボージ。一瞬潜れば次を吠えろ。雷神登場だ。だよな、みんな結構やんな。もうせっかくの強度になる水車に変わらない。消して帰れ。長い熱気を癒し今せよとけ。やっまだまだ早く参りましょう。西南撃。ガイア！癒しの力！ケルザック！
強く熱きを癒やす今しめを解け。